皆さんこんばんこばは浜江のケモシです本日ご紹介させていただきますのはこちらの方レサンヒューマンの最新作「カッコをご紹介したいと思います、えー、こちらの方プラスチックフレームとですねシートメタルを組み合わせてるというコンビネーションフレームなんですけどもこのブローのメタルパーツがそのまま裏につながって クロスして挟み込んでいいるという構造のアイテムにな,っていますなかなか独創的なスタイルのフレームになっているんですけれども実際にかけたところもご覧いただきたいと思いますこちらの方をかけますとこのような印象を作り出す アイテムになってます、えー、こちらの方ゴールドの金具シャンパンゴールド系の金具ですねとの組み合わせなんですけれども非常に淡い品のあるお色になっていますので、えー、なかなかかけ心地のいい、えー、かけやすいアイテムに仕上がっています、えー、ちょっとちらに見えるこのメタル系、えー、ゴールド系のフレームちょっとゴージャスな雰囲気を醸し出せるというアイテムです、えー、他のカラーも魅力的なアイテムが揃っていますこちらはマッドブラックですメタルのパーツも マットブラックで仕上げているというアイテムなんですけれどもやはりプラスチックとメタルのマットのちょっとした質感の違いで、えー、ブローの雰囲気などもアクセントになって見えていただけるというフレームになっていますなかなかこのマットの質感もかっこよく仕上がっていますそして今回、えー、迷彩塗装柄系が結構充実している格好なんですけれどもこちらはグリーン迷彩なんですけれども 金具にグリーンが使われています、えー、フロントから見るとです、ね、そんなにグリーンというカラーあんまり出てこないんですけれども裏はこの通り、えー、少し印象的な鮮やかな色合いの、えー、深い緑が使用されていますかけるとこのような印象を作り出します描、えー、けてしまうと黒系のフレームにも見えるということもあってなかなか使い勝手のいいカラーに仕上がっていますこのグリーンなかなか個人的におすすめのカラーです、えー、そしてこちらは デザート迷彩のカラーです、えー、裏地はこのようになっていてオレンジのメタルパーツとの組み合わせになっています、えー、ブラウン系も非常に使い勝手の良い,いお色になっていますしちょっとチラに見えるこの迷彩塗装柄が、えー、アクセントになっているというフレームになってますそしてこちらは白黒迷彩です、えー、メタルパーツはガンメタリック系のカラーになっているんですけどもこちらも非常に使いやすい カラになっています。ちょっとチラリ裏地が白黒の明細が見えるという雰囲気出ております。なかなかこちらの本を高級感漂わせる仕上がりになっています。本日ご紹介させていただきましたのはメタルとプラのコンビネーションフレーム加工です。ぜひ店頭でお確かめください。どうぞよろしくお願いいたします。本日は以上です。